地下1階のこの専用コーナーの近くにある加工で、この一番上の階まで運んでます。ね、はい、役職説明します。はい、まずシリアルキラーですね、キルクールが短い殺人鬼でございます。はい、15秒になってますキルクール。ただし、キルクールが短い代わりにですね、なんと一度キルを行うと一定時間経過後に自殺してしまいます。あれみんなひよってんの。ただのまだわかんない、まだわかんない、占い師あるから、占い師あるから。あ、そっかそっか、裏の裏の裏。あー違う、なんでトマト部分が出ん、違うわ。じゃあ占い師、ああああ、どん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 、最初に、あ、めちゃめちゃ死んでる、死んでる、見ました、シリアルキラーだろこれ。はい、シリアルキラーです。はい、もう突進さんで間違いないですね。ゲッサー打った方がいいんじゃないの。いや、もったいないっしょ。もったいない、もったいない。もう確定なんだから。相方使用します。たっちゃんです。今、僕のこと救ってくれようとしたんですよね。って言って。救おうとはしてないよ。まさかりさん、ごめんなさい。あ、俺に来る？俺に来る？いや、もうやたらめったら塗り始めたわ。めちゃくちゃや、もう。めちゃくちゃ塗ってくるやん。めちゃめちゃやな、もう。もう、本当に、中野内さんが相方でした。もう、いいか。でしたってなんで？でサイドキックになったかい。言ってることおかしいだろ、もう。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。あんただ。貧道業者、マジで最初。自分でやるんかい。はぁ、気持ち。さあ、そろそろ一旦ボタン押しに行きましょうか。助けてきてなかったっていうね。さすがに。この状況で、やっぱり。状況で金庫行くのは。めちゃめちゃスタイル。いや、めちゃめちゃマネキンと同化して分かんなかった。瀬戸さん、朝日、もちさん、ちょっと説明してください。おっ、どういうこと。バカでー、説明の一言も言えなかったですよね。口封じしようとしてこんなに自滅したんじゃないの。おめえ、隠したことダサいなぁ。なんか口なんでこっち来るんだ。オッケー、長なってる、長なってる。だからわかる。中野って何してるんや。この村をごめんって。あ、本当、頑張れ、二人とも頑張れ。これで伝われ、これで伝われ。近くないで、危ない危ない、二人とも危ない。あ、止まっちゃった。バーカ、バーカ、触んないで俺に、俺に触んないで。死んじゃうからみんな、伊豆さん。おい、バカ、おいおい、俺に触んないで。お前の味方だよ、俺、死んじゃうから、バカ野郎。さあ、伊豆さん、伊豆さん、あ、竹の近くない、ダメダメダメ、伊豆さん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 、俺のスタッフやから、伊豆さん、やばい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 、やばい。おい、おい、伊豆何してんねん。伊豆何してんねん。やめてくれ。あれ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 、後押し打ち。なんか、俺らもうインポスター陣営死んでんじゃん。雑魚すぎだろ。僕に占い師が誰か、占い師さんか、占い師さんか、占い師さんか。マジで、やばかった。お父さんはもうしょうがない。俺を僕、あれずっとそばにいてくれんの。ずっとそばにいるやん。ずっとそばにいるやん、この二人も。行くぞ。はい。絶大なる信頼を置いてるな、この二人。めちゃくちゃ優しい。あなたがサイドキックとかさ。恋しない、大丈夫、ずず。大丈夫。逆に僕がサイドキック。ポンズに恋しない？ズズ。もうめちゃくちゃ近くにいる。恋に落ちるって。恋に落ちるってこれ。ポンズ上手いしね。僕、マジでクルーなんで、本当に守ります。もうタスクも終わったんで。本当に守ってくれる？いや、本当に？
クルーなんで守れるかどうかわかんないですけど、本当に守ります。マジで守ります。わかった。いやもう信じますよ。じゃあトッシンさん信じてください。あー優しい。あなんかよさらへー友人ドッ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 チャリーン。耐えられない。上野様だよ。耐えられないな。耐えられないな。うん、僕番長最終で置いてるんですけど、番長が僕のことめちゃくちゃ疑ってたんで、今僕が人狼ないしはジャッカルだったら番長切ってこの通報になるはずなんだよね。すごい名前だね。マジで俺が変だな。なんで関秋をやんねん。これ本当に番長に信じてほしくて。わかった。トッシンさんはもしクルーだとしたらもう絶対信じない今日。番長。どっちダメだじゃん。全然信じない。番長もう信じないという言葉やめてください。僕本当にトラウマなんですよ。奥さんにね黙ってパチンコ行って、あのスポーツジム行ってきたって言って、あんたのことも二度と信じないって。番長番長やめてよ。なんだあれだ。自業自得じゃん。あの。嘘でしょ。僕あのちょっとねパチンコの話して申し訳ないですけど、フルトナリーチで外れたアクションしたらズズさん耐えれないって言って別れたんですよ。で僕戻ったんですよズズさん。そしたら番長の死体があった上にピカクロスさんがベントに入っていくの見ました。いやもうめんどくせえこと言うなこの人ほんまに。ただただめんどくせえこと言うな。旦那もう逃げられませんぜ。でリアクター右直した時に誰かがリフトを乗ってきてんのね。ところがどっこい、それが番長なんですよ。そこまで僕たち冬空森一の話で覚えてますよね。ズズさん今日から仕事終わりだ。ほんと直近の直近までいたのよ、トッシンさんと俺。ジャッカルではないもん。ジャッカルではない、ね、マッド、ね、マッドナイスゲッサーじゃない限りね、確かにね。そんな難しい役職なんて覚えれません、僕なんて。とてもじゃないけど。マッドナイトゲッサー。そんな後すぐ。マッドナイトゲッサーって、なんで夜なんだよ。ベントだったらピカクロスよ。まあ、メインベントだけど。じゃあ、中内さん。何も言えねえ。何も言えないよな。やばいやばいやばい。何も言えねえ。次の獲物来て。早く次の獲物。次の獲物来て。早く。やばいやばい。次の獲物。次の獲物。次。あれ。はい。俺黒だから撃ってみろや。バカだな。番長行くか。お。番長になります。お。アンブラガンバハンバランバ。助けて
れがマッチョで、あとピザの L2 枚ください。はい。誰かボタン押して。ここに電話してんだよ。誰かボタン押して。班長。班長？はい。ガラガラ。班長？あれです。わかんないよもうそれは。デパートの1階のガラガラを班長6階に。痛い。班長痛い。デパートのね、地下1階のこの専用コーナーの近くにあるカゴをね、この一番上の階まで運んでます。こいつバカだろ、何言ってんだよ。専用コーナーのカゴをね、こうやって、専用コーナーのカゴを一番上に運んでます。勝つのか。